はい、どうも、こちら今回また Life is Strange Before the Storm 続きからやっていこうかなと思います。前回は、って言いたいんだけど こちらもね、1ヶ月ぶりなんだよね、やるの。1ヶ月ってかもう2、し、2ドヶルー月のぶ部りぐ屋らい。はどこだ？うわ、もう懐くて。ごめん。俺が時間空きすぎてて、ちょっとリアクション新鮮じゃなくなるかもしんないけど、ちょっとごめん。やっていこう。罰逆だっけ？ん？ 5 月8日、太平洋。ん？ D クラスの山火事が発生。亀井諸州、リス公園の火災は延焼を食い止め50%率追加の。まあ、とりあえずあれか、クロイたちが起こした山火事を抑えてるよっていう話か。書いてるよ？何これ？エリオット寒すぎだから。ちょ、僕、ライフイズストレンジ久々すぎて、ちょっと、エリオットの部屋。慣れてね今え。頃やべ何し。え。入るよ。入っていいってか？入っちゃったけど。え、これ入っちゃダメだよな、普通。あ、いいじゃん。なんか、アインシュタインっぽい人いるじゃん、アインシュタインっぽい人。ん？これは？エリオットすごい勉強してるもんな。尊敬できるあ、な。エリオットってあいつか。あの男の子か。そうだね、そうだね。あの子か。オッケーオッケーオッケー。ちょっと割とね、やっぱ黒いのことが好きなんじゃないかって思わせるような、あの子世か。界は人を傷つけ、傷つけられた場所から強くなる人もいる。おい、世界を傷つけ。なんか悲しくなるな。難しい話言うね。まあ、心理的、心理だよな、心理。もう、ヘミングウェイじゃん。聞いたことあるぞ。もうだいぶ長い間、エリオットとライブに行ってないな。あ、一応やっぱあれなんだ。ライブに行くような仲ではあったんだ。そこはね、一方的な優しそ片思うないじおゃな母くさんだて。な。おめでとう。エリオット奨学金についての手紙が届いて、とても誇らしい気分よ。手紙は家族みんなに見せたわ。おばあちゃんは当然よ。私の孫だもの。ですって。それから7月4日のことでお父さんからまた電話があった。私からは随分先の話だし、あなたはまだ学校で忙しいと言っておいた。でももし夏休みにお父さんと一緒に過ごしたいなら、もちろんそうして構わないわ。あまり学校の女の子たちを悲しませないようにね。ママより。ちょっと、ママ。デーナモテモテ。やめて。女子の話、エリオット、お前デーナワードと英語の授業一緒だよな。どんな子だ？俺、あの子を可愛いと思っててさ、あの子に俺のいい噂を話してくれないか。頼まれたってバレないようにな。頼んだぜ。誰？ローガンってあいつか。ウォーレンってちょっといいやほんつか。とオタク。主催の映画、そいつは大間違いだね。確か、いろいろとひどい映画を作ったが、史上最悪と言われたアウトオブスペースの後にも最高にひどい映画はたくさんある。ナイトリーパーを見たか、巨大な肉食サギに比べたら宇宙ゾンビくらいなんだよ。俺、そんなオタクじゃなくね？これだけだったら。意外とエロサイトとか見ないんだ。なんか黒いエリザベス・プライス、アルカディア・ベイ。黒いめっちゃ調べてんじゃん、ほら。もう怖いんだけど、やめて、ちょっと調べんの。調べてんじゃない？これメールかな？ メールの履歴かな、今の。やめて、ちょっと。黒いのこと調べんといて、ちょっと。なこれ。わあ、このライブを覚えてる。すごい昔なのに、よくこの写真持ってたの。このエリートでも割と我々じゃん。イケイケじゃん。割と。あ、じゃあ結構、ちゃんと切り替えてんのかな？日記書くの、私だけじゃないんだな。お、見ていい？これ、見るなべきじかゃないなけどかいいじな。ゃん。なにこれ。彼女が部屋を出たその時、電流が走った苦しみをたたえ張り詰めた翼。え、これもう、クロエ好きって言うんじゃないの？ダークだな。彼女の姿をレンガの建物に駆られたばかりの芝生に見る。コインのように明るくきらめく瞳。私、森よ、彼女を連れて行けはしない。だが闇の神は笑うのだ。ちょっこと痛れい誰な。のこと書いてんだろう。気づけ気づけ。太陽がもうすぐ上がろうという瞬間、海は暖かく穏やかで、溢れる光は揺れる波の上を撫で、形のない冷たい無限が一つの線となるとき、その一瞬だけ不可能はない。すべての答えはイエス。私の心も彼女の瞳もイエスという。ちょっとキモいエリオッな。ト、こういう才能あったんでもだ。字綺麗じゃん。字綺麗だし、なんか可愛い字してるわ。みんなが彼女を見て、誰も彼女を見ない。なぜだろう。
世界がすべて否定と闇で覆われ、彼女は轟音のロケットのように叫ぶ。炎の尾を引きながら。待てよ。これ私のこと？何やってんだエリオット。お、ちょっとでも微笑ましいじゃん。なんて幼稚な君、なんて愛らしく、なんて残酷。黒いナイフからこぼれる言葉、滴るインク。あ、この表現好きだな、最後のページ。割と。ん？あ、閉めとこ閉めとこ。バレるバレる。よし。これでバレないから。ほぼ開いてるけどな、引き出し。引き出しほぼ開いてるけどな。私の前で吹いてくれないんだよな。すごくうまいか、すごく下手のどっちかだ。まあ、どっちにしても恥ずかしいないの、やっぱり。成績がいいのは知ってたけど、学費全額免除だったなんて。すごい、クソ優秀じゃん。クソ優秀な子じゃん。でもそれなのになんかライブとかさ。エリオットもそれなりに坊ちゃんだよな。ブラックエルが似合ってるかも。なんかでもパーフェクトじゃない？この子割と。割とパーフェクトだよな。あ、電気。世界は人ああ、を見た見た見傷た。ごつめんごめんけ、ごめん。見た見た見た見傷た。つけられた場所から強くな。はい、終わりと。コーラ冷やしとけよ、お前。机の上に置いてあるやつ。コーラ冷やしとけよ、お前。炭酸抜けたら、あれだからな。砂糖水だからな。気をつけろよ。悪いことって分かってるからこそ興味が出るああ、んだ大麻よ。ね。はいはいはい。合法になったらなったでいいや。立ち悪いな、お前も、大概。ん？ああ、あそこの部屋か、じゃあ。ん？あ、ここだけじゃん。よし、行こうか。間違いなくドリューの部屋だな。牛うまいじゃん、結構。見る。ドリューがいたらどうする？一回ノックしてみようか。あ、ノックしない方が良かったかな、逆に。なんか、いたらやばかったよな、今。大丈夫？生きてる？あ、でもいいじゃん。アメフト好きって感じする。めちゃくちゃアメフト好きな男の子じゃん。何これ？なんか遊んでんじゃん、ゲームで。よあ、かてっか、あれた。じゃない？ドリューは留守だ。俺たちがやったゲームじさゃん。て、私がドリューなら、どこに金を隠うわ、すかな。もう、多いな、調べられるところが。だいたい俺左回りだから、あ、トランク怪しいな。左回りで行こうか。夕食のメニューはステーキか、ステーキ。まあ、いかついからな。肉好きだろうな、多分。マジ勘弁。何が？これぐらいいいでしょう。寛容になれよ、もっと。マジかよ、ドリュー。大学の特待生か。へえ。アメフトに夢中になるわけだ。あ、スポーツ特待ね。結構じゃあすごい子じゃん、普通に。力ある子じゃん、力。ドリューってこんなにスポーツできるんだ。この街を出るのが楽しみだろうえ、な。そんなハイパーな子なの？トリックおめでとう。オレゴン大学は高校アメリカンフットボールの選手としては素晴らしい成績を収めた君をスポーツ特待生として受け入れることを正式に決定した。本校はアメリカ北西部の名門校の一つに数えられる優れた教育機関だ。君のようなアスリートはチームはもちろん我が校全体にとてもいい影響を与えてくれるものと信じている。私もヘッドコーチとして君の輝かしい未来への道のりを全力でサポートさせてもらうつもりだ。クリスさん、特待生の入学がございます。しかし残念ながら秋の進学先にはオレゴン州立大学を選びました。ご検討ありがとうございました。ワシントン大学ね。あ、ぜひワシントン大学。はいはい。フランクの話は本当か。脳筋仲間に薬を売ってんだな。なあ、ハッピービタミンもっとあるが、体がクタクタだぜ。昨日お前の代わりにタックル受けてやっただろ。俺がいる限り誰もお前には触れられないぜ。だからとにかくあれをくれ。ちょっとリラックスしたいだけなんだ。この町で苦労してる人は多い。ドリューは将来有望でよかったなんだな。これ。誰？ あ、父さんかな。父さんって書いてるな。すごい試合だった。第3クォーターのコンバージョンそこでやるぞ。今日図書館だ。知ってん通りコンピューター苦手だが頑張って勉強してる。今度はマイキーに約束させられた技能クラスの補習を受けに行くんだ。タイピングなんか習って役に立つかやってみるよ。これ読まなくていいかな？ 今更だけど。
読んだ、なんかね、書グ類ラ系ってウンドをね。走り回るとか拷問だろ。同意書を捨てなくしてよかった。あ、ドリーノスマイゲンスブラックアタッカー。私の子供がブラックエイドアカデミー体感授業に参加することにより発生する危険について理解しています。なんだこれ。あ、なんかそういうもん、体育授業の申し込みしようか。体育ユーバ授業に申ラ、し込みんの。前の戦いでは敗れたが、まだ終わりではない。マイキーがいずれ敵を討つぞ。でもドリュー結構こういうこことも好きまなんでだ。わかりやすい悪役もいないだ絵ろ描くの。う。でも、すごいうまいな。ねえねえ、絵描くっていう感じの子じゃないのにね、ドリューって。うへえ、まいじゃん。かっこいい。ああ、いいじゃん、ロボットの顔も好き、それ。あんまね、絵描くような子にも見えないけど、才能あるね。だ結構こういうこと好きなのかな？結構オタク志向というかさ、フィギュアとかもあるし。マイキーのフィギュアだ。昨日やったゲーム、意外と楽しかったな。楽しかった。俺はもうかなり前の記憶だけどさ。で、楽しかったよ。ここまでわかりやすい悪役もいないだろう。マイキーはここに寝泊まりしてるんだな。洗えよな、その上と下。上と下の器を洗えよ。流しとか、流しないんか、流し。幸せそうだな。あれ？兄弟なの？お前ら。え？兄弟みたいな。そういうこと？言ってよ、兄弟なら兄弟って。兄弟じゃん。お前ら兄弟か言えよ。幸せそうだな。そらお前こう混在するわ、フィギュアとかコミックとか言えよ、ちょっと。これはドリューの親父大変なんだな。何？住所、なんだこれ。ああ、住所が入れ替わってるってことか、いろいろ転々としてるってことか。大変だな。なんかメールからしてね、そんなになんか、あ、でも結幸構いかせついそうだな。な。 結構いかつかったな。あ、じゃあ一緒にゲームしたあの子はあれなんだ、年下なんだな。金はこの中か？双子の可能性もあるか。よし、4桁の暗証番号を当てればいいんだな。どこかな、暗証番号。おいおい。マジかよ、ドリュー。でも大ど学れのだ？特待生か。アメフトに夢中になるわけパだ。ソコン、寝袋、写真。メモ怪しくない？メモ。数字がたくさんある。このどれかが暗証番号だったりしないかな。そうだよな。でも他なんかあんのかな？なんか変わってるもんな、意見が。カレンダーでも。5月16日ってドリューにとって大事な日なのか？いやーでもこれだってこれあれじゃん。晩餐会のひなだけじゃん。別にそんなでもないよな。ここにも数字があるな。ほんとだ。112036。これ怪しいな。パソコンはでもな。ドリューって普段この町で苦労してる関係人ないがな。多い。ドリューは将来有望でよかったな。だからあとは写真。 幸そうせだそうな。だな。じゃあフットボールのポスターかカレンダーかメモか。じゃあまず誕生日じゃないわ、大事な試合からやつからいこうか。5月16日0516。これじゃない。おいおいおい、やめろよ。おい、でも4桁じゃん。4桁だったらこれ無理じゃん。112036。好きな選手とかいない数字の？がたくさんある。いや、このどれかが暗証番号だったりしないかな。09多いな。09。09。ユニフォーム番号09か。0909ってそんな、あるか。でもな、多分、親父の住所よりは可能性ありそうだな。おいおい、こふれじざゃけなんい。なよ、おい。ふざけんじゃねえよ、お前。9999なわけないよな。そんな不吉なことしないよな。数字がたくさんある。このどれかが暗証番号だったりしないかな。971、でも4桁だもんな。1212。1211しかないじゃん。
1212じゃないでしょう。しょうもないもんだって。くそ、これじゃない。ちょ、おい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 。あと、9番が結構、あ、いや、違うな。オール9にしてみよう、オール9。おいおい、ふざけんなよ、お前。どんだけ黒いこの立たせるモーション見せんの。一回一回。なんかねえの？なんかどっかねえの？パスワード、ヒント。探してみるか。数字はたくさんある。このどれかが暗証番号だったりしないかな。マイキーはここに寝泊まりしてるんだな。マイキーのフィギュアだ。昨日やったゲーム、意外と楽しかったな。ドゥーガラン、ここまで、かっこいい。あ、ここにも数字があるな。ここにも使えそうな数字がある。いや、これ、この数字使う？ここにも使えそうな数字がある。あ、誕生日書いてんじゃん、ノースくん。ドリューノース、マイケルノース。マイケルノース誰？マイケルノースって。いや、1227か0403か。1227か0403。0403じゃない？でも。普通に行けば。0403。バカめ。自分の誕生日なんかそんな簡単な。助けを求めるしかないか。あかねえ。開いたと思ったのに。あ、マイキーね。はい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 。1227。パーティーラーから決まったら教えるね。サンキュー。あ、これ俺、あれか。俺が失敗しすぎたから、これ。1227。まさか。試してみよう。次やろうと思ったのに、1227。次やろうと思ったのに。もう、ごめんって。ある金。かわいそうに。お前もドリューにいじめられたのか。いや、もうかわいい。こんな、この自分が使ってたぬいぐるみをさ、しまうってかわいいな。こういう仕事の才能はあるか。ってこれあれなのかな、弟と一緒に住んでんのかな、マイキーと。なんか気づかなかったけど、これマイキーとドリューの共用部屋かな。よし、金はもらった。さっさとここを出よう。わあ、いるんじゃねえの。ほら、マイキーだ、やっぱり。よう、エラモン。クロエ、ここで何してんの。ドリューじゃないもんな、やっぱ。ドリュー探してる、別に。あ、探してるって言おうぜ。あんたの兄貴を探してたんだけど、いないみたいだから。なんで？マイキー、やべ。逃げるぞ。なんだ、昨日の続きでもやりに来たのか。なに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 、来たし、お前。てか、マイキー、荷物をまとめろ。行くぞ。てか、弟思いだな。待てよ、ドリュー。何があったの？何があったの？あ！くそ！あいつじゃん。ずいぶん焦ってるみたいじゃねえか。あれ誰？何が起きている？あれ誰？あ、どっち？どっち聞こうかな。いや、まあでも直感的にはあれ誰？あれ誰だよ。うるせえ、マイキー。お前はここにいて声を出すなよ。絶対にドアを開けるな。あのかっこいいとこ見せんじゃん、ドリュー。お前かっけえ。お前なんか今までのドリューのイメージと違うぞ。これかっこいいぞ。ここはまずい。学校まで来ることないだろ。そうか。じゃあ俺の金はどこに行けもらえる。やばい。言ったろ、今はない。売れねえんだよ。今は需要が低いんだ。でも1日2回の練習を始めたとこだ。きつくなったらきっとあんたの在庫もすぐに。
1000ドルは大金だぞ。どこにある？だから今はないって。やばい、部屋に入られるんじゃないの？大丈夫か？おじさん失業したんだってな。大変だ。きっと金にも困ってるんだろう。やばいやばいやばい、扉の前で話すなよ。ドリュー誘導して。どうしろってんだよ。魔法みたいに出せるわけねえだろ。俺の金はどこだ？クレ持っちゃってる。俺は金はどこだ？やばいやばいやばい、入られる。あと1週間だけ。ドリューお前、ダウンか？お前、いやでも人は殴んないんだな、ドリューお前。バレないとでも思ったか？俺の金をパクりやがって。バカだ。やべえよ、クソ。いやでも開けるなよって言われたもん。さあ開けるなよって言われたら渡さねえよ。離せよ。ダメだ。声聞こえるって。中にいろって言われたろ。きっと大丈夫。大丈夫だよ。警備員さん来てよ、警備員さん。タフなガキだ。死ね。なんだと？これならどうだ。言うなよ、死ねって。煽んなよ。二度とフットボールはできねえ。今日はここまでだ。金を用意しとけ、ドリュー。次は可愛い弟くん。お前イメージと違うじゃん。お前好感度上げてくんなよ、ここに来て。ドリュー、ボロボロじゃん。兄さん大丈夫だ。心配すんな、マイキー。マジでボコボコにやられてんじゃん。グロ。ありがとな。助かった。いや、金むず。いや、これは。そもそもあれでしょ、あいつからさ、金持ってこいって言われたんでしょ。いや、これむずいよ。ちょっと待ってよ、フランク。金を用意すれば、これあれだな、これ関係ないな、これ、あの、二人の会話だな、これ。いや、これ。いや、これ、むず。いや、まあでも、まあでも、ここで、ああ、これ、金あったけど、つって返すのもあれだな。盗んだってバレるしな。結局、盗んだってバレちゃうんだよな。なんでお前がそれ持ってんだって言われてさ。いやでも返さない、これ、この兄弟愛見せられてさ、兄貴のかっこいい姿見せられてさ、金返さないっていうのもさ。いやーこれはむずいな。いやでもまあフランクにさ謝る方がどうにかなるっちゃなるもんな。ドリュー金持ってなかったよっつって言えなくはないもんな。金持ってなかったよっつって、金持ってこいって言われたんだよね、そもそも。え、でも俺金返したら、あれじゃね、お前なんでそれ持ってんだってなるよな。まあ返そう。あの、これ、今は必要みたいだから。俺の部屋から取ったのか？フランクに言われて、その。ああ、そう弁明するんだ。知らなかったんだ。よかったじゃん。悪かった。弁明するならいいわ。この金は親父のために必要なんだ。あのクソ野郎には渡せない。ありがとう。もう目つぶれてんじゃん。兄さん早く病院に行かなきゃ。このことは誰にも言うなよな。ああ言わないよ、絶対に。いや重い重い。これからどうすんだ、デイモンか。さあな、なんとかするさ。そうだな。え、これ聞かれてるやつ？これ聞かれてるやつではない。実は壁のとこから誰かが突っ立ってて聞いてたとかではない。え、どうしようかな、キリいいしな、時間もちょうどいいし、ここで終わろうかな。すごいなんか今作あれだよな、なんかキリがいい。全部20分弱で終わるもんな、イベントが。あ、はい、というわけで。
ちょ、ここで一旦切ろうかな。じゃあ、あざした。